完璧ですね。最高に美味しい。タレさんチャーシャン。ということで今回はですね、鍋物です。11月ぐらいになったら皆さん鍋食べたいですよね。私の大好きな鍋、無水千切り大根鍋です。これがですね、大根と豚バラを使う料理なんですけども、お水使わなくて野菜とお酒の水分だけで煮るっていう、これもっちゃもちゃうまいです。で、作り方も簡単ですね。ぜひ今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。大根じゃねえ、なんだっけこれ。豚バラ豚バラ 200g 薄切りのものです。はい、しゃぶしゃぶ用とかでも大丈夫です。大根 300g です。切りました今。はい、そして生姜がね 10g。 他の材料は概要欄に書いておりますので、チェックしてみてください。で、今回はですね、無水千切り鍋っていう名前なんで、これから無水を理解していきたいと思います。ジャックダニエルね。これでちょっといいジャックです。はい、はい、ということで無水を理解するために無水ハイボールを飲んでいきます。うまっ。ということで、結論、無水はうまいということでやっていただきます。もう調理はね簡単。まずね、大根でね、皮むかないです。鍋にしちゃうとね、皮全然気にならないんで、千切りにしちゃうと。で、こんな感じでこう千切りにしていきます。別にちょっとね太くてもね構いませんから。これは長さ的にはこうやって輪切りにしてから千切りするのが一番鍋ですごくいいと思います。はい、これで輪切りできました。はい、輪切りにしたらまとめてこうやって千切りにしていくんですね。大丈夫ですね。はい、じゃあこれですね、まずここに2人用の鍋ですね、ここに大根全部入れちゃう。そして生姜です。で、こいつもね皮付きでいいです。皮もねかなりね香りしますんで、はい、こんな感じで、ここに入れます。で、豚バラもね入れちゃう。ちぎって、すっごいね簡単な鍋なんで、こんな感じ。豚バラはね、一回広げてからね、なんかね、こう重ねていった方が、後で剥がれやすいんでね、こんな感じで。ほら、大根と豚バラ。ね、生姜だけでしょ、これ。よしよし。で、肉で前が見えなくなりました。で、ここに鍋だれ作っていきます。白だしですね。大さじ1と半分です。酒5です。酒5さつと。はい、あとごま油か。ちょっとね、ごま油をね、大さじ1半ぐらい入れるとすごくまとまりが出ます。なんとこれだけ。皆さん鍋のつゆとか結構買いますよね。はい、でもこのレシピはいりません。これで煮れば完成です。じゃあこれね、火つけます。で、弱火でだいたい20分ぐらい蓋を閉めてやっていきたいと思います。20分経ちました。じゃあ中はどうなっているでしょうか。オープン。完璧ですね。完全にもう豚の水分が水分ってますよ。で、お肉はね固まってるんで、ちょっとねほぐしてあげた方がいいです。はい、ほらね、つゆがもうダクダクでしょこれ。じゃあここでトッピング。もうネギバー散らしてね、いりごまを散らします。はい、これで最高に美味しい鍋つゆいらずの最高のレシピ、無水千切り大根鍋完成です。それではできましたので食べていただきます。いただきます。これはもうちょっと後で飲むとして、もうこれ千切り大根鍋、鍋は日本酒でしょ。じゃあいただきたいと思います。がっつり盛りましょうか。まあ皆さん盛るじゃないですか。これで食べてもいいし、塩、白だしが少ししか入ってないんで、これね、お塩振ってください。
腰を振って食べるのダメなのこれ。じゃ、いただきます。うまやば、これ大根こんなうまいんだ。これ20分煮ただけなのに大根がしみしみでございます。でね、生姜の香りも立ってて、ごま油との相性もすごく、味が凝縮してますね。うまっ。そして柚子胡椒ちょっとつけて。やばいよ大根ずっとこれいいよ。めちゃくちゃうまい。千切りにすることによって味の染みがすごく短時間で済むんで、煮込みが20分で相当おいしい鍋になりますね。そしてここにポン酢です。ちょろっとでいいです。塩だけだと飽きてくるんで途中で。ポン酢で味変でございます。いただきます。おうまい決まってるだろう。たまらん。主役大根なんですよ。大根がこの豚バラの脂とごま油のコクもね、全部ね吸い込んでくれて、大根自体が恐ろしいうまさになってるんですよ。ということで、ヘセンさん、いらっしゃい。大根巻いて、大根巻いて、いただきます。うまっ。大根ジューシー。おお、すごっ。ちょっとちょろちょろって。あー、さっぱり、すごっ。ちょっと出して全部。あ、そっか、締めすんだ。じゃあね、皆さんこっからですね、ちょっと雑炊。これ別にスープ食べるあの鍋じゃないので、スープこれぐらい残るんですけども、これ残ってるじゃないですか。これぐらいのつゆで雑炊できるんですよ。雑炊の作り方じゃあやってみたいと思います。あったかいご飯ね、ここにあのザルに入れるんですよ。でザルに入れて流しちゃうの。これ雑炊ってなんかご飯そのまま入れる方いらっしゃるんですけども、雑炊はね一回ね全粉洗い流した方がサラサラと食えるんです。はい、こんな感じでいいの。そうするとサラッサラの、意外とねこれ知らない人多いんですよね。そしてさっき洗ったこのご飯、ここにバタンと入れます。で、ちょっと混ぜて、これね洗わないで入れちゃうとね、結構ゴタゴタになっちゃう。で火かける。で、あと卵用意してください。卵で、この卵はねこうやって手で溶いてください。で、軽くねお塩ちょっと振ります。はい、そしたら周り沸いてくるじゃないですか。沸いてきたらこの卵、軽く溶いた卵こうやって入れます。はい、軽くかんまします。軽くかんまして蓋します。はい、でこれで弱火でちょっと蒸らして雑炊します。沸かしながら1、2分ですね。あうまそうですね。じゃあここに今パラッとネギかけてね、でごまもねこうちょっとすりながらかけるんですよ。そうすると香り出ますから、ね。まあ、はい、じゃあごまちゃんかけました。ということで雑炊できましたよ。パパパパだよ。ありがとうございます。もう本当にうまそう。じゃあいただきましょう。いただきます。よし、うまっ。うん、めっちゃうめえ。これちょっと残った大根もあるけど、やっぱ出汁がうまいね。うん、やっぱね一回洗い流してからね。絶対その方がいい。でんぷんがあるとね、おかゆになっちゃう。そうだね、雑炊じゃなくなっちゃう。ベトベトになりがちそうだよ。そう、うまい。もう冬はずっとこれでいい。うん、天才も、イエーイ。無水マスターリュウジ、エアマスターもう締めて終わって、はい、作ってみてください。はい、よろしく。